村山市で今朝早くから中心部の住宅地などで熊の目撃が相次ぎました。そして午前10時前に目撃された熊と同じ個体とみられる一頭が漁友会によって駆除されました。この映像は今日午前10時前、村山市川島で YBC のカメラが捉えた熊の映像です。同じ個体とみられる熊は今朝午前5時半ごろ村山市駅西の 村山大沢川で川を横切って東の方向に走っていくのを最初に目撃しましたその1時間50分後には村山市役所から北におよそ1キロ離れた名取橋付近で午前8時頃には村山市杉島の川島工業団地付近で目撃されました最初に目撃された場所は市内中心部に位置する JR 村山駅近くの住宅地でした 駅の近くでね、ここ、新興住宅街なので、まさかこんなところにね、出るなんて誰も思いもしないし、はい、本当びっくりです。その後、警察や消防などが熊の捜索に当たっていたところ、村山市役所から西におよそ1.4キロ離れた田んぼにいるところを発見。午前10時前、時市の猟友会によって駆除されました。 クマはこちらの田んぼに追い込まれ先ほど駆除されました現場では警察が状況を確認しています警察によりますとクマは体長110センチ体重50キロのオスの月のワグマで目撃されたクマと同じ個体とみられています人的被害などはありませんでした